ですね、ここ最近、こっち後ろにあるあの電子ドラムをちょいちょい使っているんですけど、やはり電子ドラムってこの一個一個がちゃんと音が聞こえるじゃないですか。まあもちろん単体でこう撮ったのを流しているので、まあそうなるんですけど、それをこう普段こう使い始めているとやっぱりヤマハの EAD10 だけだとどうしてもやっぱり物足りなくなってきてしまったので、またこういうふうにマイクを立ててみました。で、最初にちょっと演奏を聞いてもらったのが、ここちょっと見えてないのかな、こことこっちに、トップが2本で、タムが4つですね。この1234、この4つにマイクが立ててあるっていう状況ですね。だから追加で6本マイクを追加したんですけど、で、あえて、スネアにはマイクを立てないようにしましたね。トップからのマイクを、シンバル狙いじゃなくてスネアの方に向けてあるので、なので、あとそれとこの EAD10 がちょっと至近距離にあれば、ちょっとスネアはもういいかなと思って、あえてスネアは今回マイクは立てないで、ちょっとやろうかなっていう感じですね。だから、マイク、タムで4つ、トップで2つの6で、EAD10 で2トラック使うんだけ、8トラックで撮っておりますね。そんな感じでこう撮ったのを最初に聞いてもらったんですけど、どうだったでしょうかね。多分この全体の音のバランスっていうのは綺麗にこう聞こえてるんじゃないかなという気がするんですけど、あ、そうだ、あと EAD10 なんですけど、 EAD10 を普通バスドラのフープがあって、フープの一番このいい位置にこうやってガチってはめると思うんですけど、フロアにマイクが立ってて、スネアにはマイクが立ってないので、なるべく、バスドラよりバスドラよりじゃないな、バスドラの中心よりだいぶ左側につけてありますね、EAD10 が。でキックは別にこうトリガーとかも入ってるので、どこにつけても別にトリガーをちょっとオンにすればいい話なので、っていう感じで、ちょっとその EAD10 のつける場所っていうのも若干工夫はしてありますね。なのでそれも含めた上でちょっとバランスは取ってみたんですけど、まあ
よっぽどうまく聞こえているとは思うんですけど、まあ、本来だったらスネアに立てて後ろもハイハットもとかっていうのが一番いいんですけど、さすがにそんだけのトラック数を使えるミキサーを持ってないので、今回こんな感じになりました。やっぱりね、こういろいろコードを使ってると欲がこう出てきてしまうので、今回こういうふうにはしたんですけど、聞いてる方はどうでしょうね。今回はその曲を使った演奏ではないんですけど、ちょっと数日遡ってもらうと、ブラックサバスをやってる演奏動画があるんですけど、ショートなんですけど、それで初めてこのマイクのセッティングで撮ったのがあるので、そちらをこう見てもらうとどんな感じかっていうのは分かると思うんですけど、でこのセッティングにしてやっぱり一番良かったなって思うのはやっぱりシンバルですよね。その EAD10 だとやっぱりどうしても遠い、毎回言うんですけど、それが遠いと、その何て言うかな、この電子ドラムとこのアコースティックドラムを特回引っかいで演奏した動画もちょっと最近上げたんですけど、それを比べるとシンバルの音が格段に小さいんですよ。っていうのもあって、なんかそれでこうまた今後もなんかそういう使い方もするかもしれないっていうのを考えた時に、やっぱりもうマイクは立てないとしょうがないかなっていうのがあってマイクを立ててみました。もしね、EAD10 を使ってるけどもちょっとやっぱり物足りないっていう方がいましたら、こんだけタムにつける必要はないと思うんですけど、せめてこのトップに2本っていうのは別で拾ってそれをこう合わせた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、EAD10 の方のセッティングがですね、エフェクトは0です。エフェクトは何もかけてなくて、リバーブが1ダイヤルって言えばいいのかな、ちょっとだけかけてあって、でトリガーが、2.5 から3ダイヤルぐらいのランプがついてますね。そんな感じで今回は撮ってみました。で、多分こっちの方もちょっと空間系がかかってるかなっていう感じですね。だから全部フラットの状態では撮ってはないっていう感じなんですけど、なんかそういうところもなんかフラットで実質撮って出してはいたんですけど、だいぶ前ってそれだとやっぱり音圧がないし、あとやっぱり鳴りも気持ちよくないので、そういう感じで今回を撮りました。もし良ければ今後もこういうこのマイクのセッティング、もしくは電子ドラムとかで演奏動画を上げていくと思うので、ぜひともまた聞いてもらえたらなと思います。以上です。